のんジゃんは、ユーラシア大陸、中国東北部を流れる川で、アムール川水系に属する、松花井西町の支流である。大高安寧山脈の北部にある、イロクコサトヤマ系に発し、大高安霊と、古高安霊の間を流れ、国流交渉と内モンゴル自治区の境界をなす。中流域以降は、国流交渉の西部を流れ、父春などの都市を経由し、吉林省。 白木市で松花江に合流する。下流域の湘南平原は国土地帯で中国の重要な国草地帯、牧草地帯である。主要な支流に天川、とつぼ鹿川、宇部瓶賀、宮広川、広市鹿川、自が各林川などがある。大公安霊をはじめとする流域は、新末期以降、開拓民やロシア、日本などの勢力による森林伐採、過剰農耕 過剰牧畜が続き、中華人民共和国発足時にはすでに森林面積減少と土壌流出が深刻になっていた。その後も木材、農畜産物の増産を目的とする乱開発が続き、中華流域では流出し堆積した土砂による洪水の頻発、裸になった草原や高地の砂地化、土壌の遠征化、砂漠化などの深刻な問題が起きている。 1970年代以降、洪水や砂漠化を防ぐために、植林や防砂林造成などの大事業が続いているが、1998年にも、父春の下流一帯で大洪水が起きた。父春付近の抜き流国家級自然保護区、父春付近では、ノンジャン支流のカラス広史鹿川の下流が途切れ、そこから上流の一帯が抜き流湿地と呼ばれる大湿地帯になっている。 このうち面積2175平方キロメートルに及ぶ湿地がヌーキ流国家級自然保護区として指定され、タンチョウズルが多数生息することで知られる。近代以降は北方よりロシア帝国の勢力が入り、1900年の北進事変以降は実質的にロシア占領下にあった。日露戦争後も日露両国間で結ばれた日露協約でもノンジャン流域は、 ロシアの勢力化とされた。ノンジャン鉄橋での戦い1931年9月に勃発した満州事変では、長学領によって国力交渉政府主席代理に任命された馬仙山が同年10月中旬、ノンジャンにかかる鉄橋を破壊し、関東軍及び関東軍に協力した長海砲の進行を父春で食い止めようとした。関東軍と 馬仙山軍は十一月上旬、ノンジャン鉄橋よりも北側に位置する大港駅付近で、衝突、十一月中旬には、関東軍が馬仙山軍に対し、父春以北へ撤退するよう求めたが、馬はこれを拒絶し、再び小競り合いが続いた。時の第二次、若月内閣は、関東軍の父春進行は、国際世論の効果を招くとして、内閣総辞職を示唆したが、 結局、関東軍は、父春に侵攻した。激しい戦闘の後、馬仙山は、父春を放棄したものの、関東軍は小部隊を父春に止めて撤退した。これは11月下旬の国立交渉における、新政権樹立につながった。ありがとうございます。